この際、市長よりご挨拶があります。橋本市長。僕や市議会議員の皆さんは選挙で選ばれてこの職に就きますので、自分の個人的な見解はどうであれ、有権者の求めにきちっと応じていくのが使命だと感じています。議員の皆さんは日々日常活動、政治活動の中で有権者の皆さんの声を汲んでいらっしゃると思いますが、有権者の声として最も重視しなければいけないのがやはり選挙だと思っています。5月17日の住民投票、そして11月22日の大阪市長選挙、あそこで示された有権者の意思を素直に汲み取れば、僕や大阪維新の会が提案をした大阪都構想についてはこれは支持できない。ただこの大阪都構想の議論はさらに継続をして、新しいその大阪都構想の案を見せてほしい、そしてまた維新が提案してきた改革についても前に進めてほしいと、そのように解釈するのがごく自然だと思っております。よって市議会議員の皆さんにおかれましては、新しい新市長の下で大阪都構想についてしっかり議論を継続し、新しい案を市民の皆さんに見せていただきたいと思いますし、維新が提案している改革についても前に進めていただきたいと思っております。ただ大阪維新の会が公認をした新市長は約60万票、そして相手方候補もですね、40万票という大変多くの票が集まっていますので、大阪維新の会の主張がですね、100% そのまま通るものではないと、これはしっかりとその大阪維新の会以外に投票したその有権者の声というものも汲んだ上で、大阪維新の会の皆さんも議論を高い派の皆さんとやっていただきたいと思っています。これまで大阪維新の会の代表を務め、大阪市長を務めてきました。僕のその大阪市政のもと、また大阪維新の会の活動の中で、大阪維新の会のメンバーはかなり高い派の皆さんにかなり攻撃的な主張をやってきたかと思いますが、新市長の下ではやはりそういう攻撃的な主張ということは控えて、あくまでも修正妥協でその一致点を探っていく、そういうことをしっかりやっていただきたいと思います。繰り返しになりますが、40万票という多くの票が維新の会以外の候補者に入っているわけですから、大阪維新の会が 100% 支持されているわけではありません。やはり修正妥協というものをしっかり目指していくのが維新の会の務めだと思っています。また高い派の皆さんにおかれましても、やはり今回の選挙結果を踏まえて全否定ということだけはやめていただきたいと思っています。一定大阪維新の会のこの提案については一定の支持があるわけですから、全否定ではなく、やはり修正妥協というところで一致点を見出して、少しでもその大阪が前に進むように、維新の会、その他の高派の皆さん、そして新市長でしっかり議論をやっていただきたいと思います。ただ修正妥協ということばかりやってしまうと、以前の議会にもなりかねません。僕は4年間この大阪市長を務めさせてもらいましたけれども、こちらの市長席で議会の状況を見ますと、日本で最先端を走っている議会が大阪市議会ではないかと思っています。本会議でこの討論、賛成反対討論が入り乱れて、おそらく大阪市役所理事者はですね、毎回本会議ではハラハラドキドキ、議決がどうなるかさっぱりわからないと、副市長もこの議決は賛成なのか反対なのか、あのリストを見ていつもチェックをしなければいけないような、そういう状況はある意味理事者側にとっては非常に不安定で、避けたいところではあるんですが、でもやはり議会の役割としてはこれが本来あるべき姿だというふうに思っています。ただその賛成反対討論においても、一方的な攻撃、一方的な主張ではなくて、政策の中身について合理的なその主張をぶつけ合うという、あの賛成討論、反対討論になれば、より一層僕はこの議会での議論というものが深まると思いますので、やはり大阪維新の会の僕が代表を務めていた、市長を務めていた時のあのスタイルというものは、やはり改めてですね、ただ賛成反対討論というものが実質的なものに深まるように、修正妥協は探りながらでも、表では論点を明確化するために賛成反対討論はしっかりやってもらいたいと思います。繰り返しになりますが、一方的な攻撃とか批判ではなく、政策についてしっかりと議論をやって、
修正妥協一点を見出していく、新首相の下で大阪市議会の皆さん、各会派の皆さんが真摯に議論をしてですね、一歩でも二歩でも大阪を前にぜひ進めていただきたいと思います。4年間どうもありがとうございました。本日はこれをもって散会いたします。